アン、SQS-26 は、アメリカ合衆国のゼネラルエレクトリック社とエド社が、開発した軍用ソナー。3kHz 級の低周波を使用し、また、捜索と攻撃用精密追尾の両機能を有する、マルチモードソナーである。また、後に、改良型のアン、SQS-53 が開発され、配備された。1950年代後半、 長射程のアスロック対戦ミサイルの艦隊配備に伴い、アメリカ海軍では 5kHz 級の低周波ソナーであるアン SQS-23 を採用した。これはサンガモ社によりアン SQS-29 を発展させる形で開発されたもので、理想的な音響環境では4万ヤードの探知距離を発揮できた。しかし当時、ソ連海軍は 急速に潜水艦戦力の拡充を進めており、アメリカ海軍は、さらなる遠距離探知が可能な低周波ソナーを求めていた。これに応じて、1955年より江戸及び、ゼネラルエレクトリックによって開発されたのが本機である。1961年には、試作機である、XN-1 が製作され、同年には、初期生産の契約がなされた。 単振技としては3.05から 4.5kHz、また超音機として使った場合は 1.5kHz までの音波を検知することができる。直接探知範囲としては 18.3km、中速帯や海底半調といった特殊な音響環境を活用できれば 64km 近い探知可能距離を有するとされていた。装備機は大型の監視ドームに収容され、 高さ一点六八メートル、直径四点八八メートル、重量二万七千二百十六キログラムである。ステーブは七十二本で、それぞれに八個の素子が備えられており、また、三十七個のコンピュータを備えている。初期生産による、ゼネラルエレクトリックの案、SQS-26 アックスは、百六十三年、中頃より配備され始めたが、同年、江戸は、 ほぼ同一の設計による案、SQS-26BX の発注を受け、これは、1966年より収益を開始した。1964年、ゼネラルエレクトリックに対し、改良型の案、SQS-26CX が発注され、これは1969年より収益した。また、1965年、既存の案 SQS-26 アックスを回収する案、SQS-26 アックスの開発が開始され、後に全ての装備艦が回収を受けた。SQS-26CX をソリッドステート化するとともに、新型のマーク116水中攻撃式装置に対応するように回収したものは、新たに案、SQS-53 の正式番号を付与された。 アナログ式のアン SQS-53A、デジタル化されたアン SQS-53B、コンピュータ制御のアン SQS-53C、53A 53及び53バイトをコッツ化したアン SQS-53D スがある。アン SQS-26 と同様、最大探知距離は、CZ 利用時の6 4トル弱となるが、平均探知距離は、 ダイレクトパスの9キロメートル以内であった。なお、アン・ SQS-53 は、後に、マーク116水中攻撃式装置、アン・ SQR-19 戦術栄光ソナーともに、アン・ SQ9-89 統合対戦戦システムのサブシステムとして統合された。アメリカ海軍アメリカ海軍海上自衛隊、ベネズエラ海軍、ありがとうございます。